チベットスナキツネは、コニューコウネコ孔猫目犬カキツネ族に属する動物。インド、中華人民共和国、ネパール模式標本の産地はラサ。体長57.5から70センチメートル。おなが21から33センチメートル。体重3から4キログラム。全身は、やや短く柔らかい体毛で覆われる。足裏も、体毛で覆われる。背面の体色は、 高褐色、体側面や大体部は銀色。頭部は灰色がかる。上唇、おとがいから、喉、前胸、腹部、四肢の先端は白い。尾は短く、暗灰色で先端が白い。鼻面は長い。剣士は細長く 2.5cm に達し、口を閉じた状態でも先端が科学骨の下線を超える。次回は小型で4.6から 7cm。 標高2500から5200メートルにある荒地の斜面、草原、ステップなどに生息する。ペアで生活する。岩の下や石の隙間などを巣穴にし、巣穴には入り口が1から12個ある。夏季に最大54の巣穴を使用した例もある。食性は雑食で、主に小型哺乳類を食べるが、チベットのウサギリーパスユストラス、ヒマラヤマーモットマーマタヒマラヤナ。 鳥類、動物の死骸、果実なども食べる。単独で三食を行うが、ペアで狩りをすることもある。繁殖形態は体性。繁殖期は2月下旬から3月上旬。妊娠期間は50から60日。4月下旬から5月上旬にかけて2から5匹の幼獣を産む。寿命は8から10年と推定されているが、自然的な要因や狩猟圧によって、 実質的には約5年と考えられている。チベットやネパールでは毛皮が帽子などに利用されることもあるが、毛皮が荒いため商業的価値は低く狩猟は一般的ではない。チベットでは獲物である泣きウサギが毒によって駆除されており、獲物の減少や中毒による生息数の減少が懸念されている。2006年、イギリスの BBC がチベット砂木つねの撮影に、 成功した。日本では2010年に放送された日本の NHK の特集番組珍獣、チ,ンジュチベットスナギツネを通じてその存在が知られるようになった。また2015年に放映されたカルピスのコマーシャルに登場またコミックスマートが運営するウェブコミック配信サイトガンマで連載された我がいほはで主人公の精霊が乗り移ったのがチベットスナギツネの ぬいぐるみであったほか、さらに2018年に放映されたアニメ、宝月の冷徹、第2期25話にモチベットつなぎつねが登場している。ありがとうございます。